恐れは漢三歳図へ恐れとは古代中国の伝説上の生き物。我とも、品格を持った人徳を示す、随獣とされ、人死獣と称される。中国の文献では、一般的に、恐れは、人徳を持った君主が現れた時に姿を見せる、随獣として描かれている。姿は、虎のようだが、性質恩恵で獣を捕食しない。説問会時では、尾が体よりも長く、 黒い斑点を持つ色の白い虎のような形をしていると描写されている。三海行の海外北行に記載されている我は恐れと同じものであると見られており、恐れという表記で記されている文献もある。我は体に五彩の色を備えた虎のような大きさの獣で尾が体よりも長いとされる。中国の三彩以には衆の文王の時代に姿を現したという伝承が、 記されている。民の永楽三角の時代には、開封で捕らえられた、恐れが皇帝に送られたという記録がある。また三島での目撃談もあったという。この目撃談は、黄河の水が澄んだことや、ベンガルまで派遣された、帝は艦隊の文献隊がキリンを持ち帰ったことなどと、合わせて、随章とされた。恐れの語が登場する最古の例は、主来の瞬間である。 また、死境に収められた一編、恐れの代及びその一節などもあるが、ここで述べられている、恐れとは、狩猟に関することを司る役人の職名で、人始従としての存在を意味しているかどうかは、疑わしいと、露死学派では解かれていた。人始従である証として、肉として、食べるのは、自然と死んだ獣のみで、生活をしている獣を刈り取って食べることはないと、されている。 また、草木などに対しても同様で、必要以上に踏み荒らして、移動をすることをしないという。同様に獣を捕食しないとされる中国に伝わる、霊獣には、シューミ耳というものもある。オランダの中国学者、ヤン・ユリウス・ローデウェイクド・ドイフェンダックは、白い体に黒い模様を持つという傷つから、エーラ楽ミカドに送られたという恐れは、ジャイアントパンダではなかったかと1930年代に、 主張している。日本ではあまり取り上げられていないが、欧米などでは、彼の主張に追随して、現在の著述家の中にも。恐れは、もともとジャイアント・パンダを指していたものではないかと考える者がいる。火が尺十を恐れ、お三におみ一、白子黒分、西方の十なり、云々。触れ千二世草一、食二、獅子の肉一、人を恐れ、ひとし十なり。 ワイガンコ、道当たるくんくの公に文王を里一、オレゼ三余生のも、二千金一九二天下の鎮海一、特に具稽古この城、玄玉百、王外百とも、玄氷、キヒグ熊、青白子、文川千合一、意見領中一、うんん、中味しかも説れの、の面にそのみ一、札れ、牛しかも玉ものれこれ、四季、芝助行伝、ユうにの鎮軍一、京二、 大鹿鹿の怪獣、ありがとうございます。